全ゴム運動靴前ゴムシューズとは、スニーカーの一種で、甲の部分にゴムをはめ込んだタイプのものを言う。前ゴム運動靴というのが正しい名称である。いわゆる、昔ながらのズック靴がこれに相当し、甲の部分に、エラスチック製の半円形状のゴムをはめ込んだため、前ゴムの名前で呼ばれている。分類上は、運動靴に属し、紐のないスリッポンスタイルの靴である。 カラーバリエーションは、現在では、白が中心だが、水色や黄色のものもわずかながら製造されている。前世時代には、この他に、赤、紺、鉄紺、緑、グレー、ピンクなど、各種の色が製造されていた。素材はビニールが主流だが、昔ながらの布製や、比較性、人造比較性もある。梱棒に、ポリウレタンが含有されているものもある。 甲の部分にゴムテープを通したタイプの靴を前ゴムシューズと混同している人がいるが、そのタイプの靴はバレーシューズと呼ばれ、前ゴムシューズとは別の靴である。このタイプの運動靴は戦前から製造されていたが、昭和30年代に素材をズックからビニールに変更してから全国に広まった。なお、ズックとはオランダ語で、砂巣の繊維を平折りにした布のことを言うが、日本では、 小布と言われているものである。なお、同じタイプのものは韓国でも1950年代から60年代に製造されていた。現在は主に上履きとして学校や工場、オフィスや病院などで使用されているが、1975年頃までは上履きのみでなく、小中学生のごく一般的な通学靴として広く用いられていた。バレーシューズと異なり、 しっかりした作りで、洗濯などによる前ゴム部分の劣化も少なく、丈夫で長持ちし、かなりの長期間の使用に耐える靴である。一部の小学校ではこの靴を、良い小靴と称し、使用を奨励していた時代もあった。1970年代後半から1980年代初期に、この靴は一部の女性向きのファッション雑誌に紹介されたことから、若い女性のオシャレ靴としての利用もあった。 特にビニール製のコバルト色や黄色、布製のピンクや赤の前ゴムシューズを履いた若い女性を当時は街中で時々見受けた。最近ではハイテクスニーカーなどの登場で前ゴムシューズを子供たちが下履きとして履かなくなったようだが足の健康面から見ても非常に履き心地の良い前ゴムシューズは成人の一部にも根強い人気があるのも事実である。現在でも コバルト色や黄色のビニール製の前ゴムシューズは若い女性がファッションとして服の色に合わせてコーディネートして用いる場合もあるほか車運転時のドライバーシューズとしての利用もあるようだ牛革製の前ゴムシューズ前ゴムのデザインを三角形にして素材も通気性の良いメッシュになったタイプが登場しこのタイプは中学校や高校の上履きとして多く用いられるようになったこのほか。 婦人のおしゃれ靴や乳幼児向けの靴にも同様のデザインのものは存在する。革製、布製と素材も様々だが、甲の部分にゴムを入れてあるという共通のスタイルをしている。輸入雑貨店にも前ゴムタイプの靴は時折見られることから中国やその他のアジア諸国でも同様の靴が製造されているようである。アキレス、ハイロケット24センチメートルアキレス。 ハイロケット 25.0cm アサヒコーポレーションハイゼクトスクール 25cm アサヒコーポレーションハイゼクトスクール蛍光筋硬化 25.0cm ムーンスターアルファジェットラン 25cm 世界長ビニールロダン 24.5cm 写真は書くメーカーの青系色のタイプを中心に示しているが色はメーカーによりかなり違っている 履き込みの深さ、甲の高さ、前ゴムの形状、ラインの入れ方など微妙なニュアンスの違いがあるのが面白い。靴本体の仕様はいずれもいいサイズではあるが、これもメーカーによりばらつきがある。市場価格はビニール製が1000円前後、布製はやや高く1300円から2000円くらいが相場で、あるが一般的な運動靴の相場と比べると安価で販売されている。 ただ、全国的に見ても都市部では常時在庫を置く小売店は少なく地域によっては取り寄せなどの方法でないと入手が難しいがインターネットのショッピングサイトなどではメーカーの通販サイトで購入できるほか他にも扱っている靴の専門店舗がいくつかある。なお、現在昔ながらのデザインの前ゴムシューズを製造している主なメーカーは以下の通りである。かつては この他のメーカー、世界長、ビニールロダン、岡本利権、アポニール。いずれも24.5センチメートルまでなど、もう製造していたし、OEM 生産も数多く存在したが、消費者の思考の変化により、徐々に撤退し、平成に入ってからは、ほとんど見られなくなった。ありがとうございます。